もしもし、エンドゥどうした？ん？別に。どうだろう。うまく言えないけど、なんかモヤモヤしてる感じ。うん、いいよ。どうしたの？最近様子おかしいじゃん。就活とかうまくいってないの？うん、実はさ、就活全然やってないんだよね。就活してないの？うん、知ってる？就活しないと会社に入れないんだよ。知ってる、それは分かってるんだけどさ、入りたい会社もないしさ。じゃあどうするわけ？他になんかユキはやりたいことあるんですか？それは言ってみ？これやりたいことあるんですか？いいよ。ないんでしょ？だったらさ、とりあえず会社に入って、これよく言うじゃん、石の上にも3年、3年頑張ればいい出会いとかあるかもしれないじゃん。そうかな。そうだよ、俺の上司も言ってる、高校の先生も言ってる、おばあちゃんも言ってる、みんな言ってんだから。そうだよね、やっぱりその方がいいよね。そうそう、とりあえずね、うん、食べよっか。そうだな。街を歩く心軽く、誰かに会えるこの道で、素敵なあなたに声をかけて、こんにちは僕と行きましょう。オーシャンゼリゼ、オーシャンゼリゼ。ああいうの大変そうだよな。なんかいつ成功するかもわからないのにさ、ああやって夢を追いかけて、ああやって歌ってるわけでしょ。雪も早く動かないと、ああいうのになっちゃうよ。静かに心はどこ
から歌ってるんですか？1年くらい前からかな。昔は社会人で働いてたんだけど辞めちゃってさ、今アルバイトしながら路上で歌ったり行きつけのバーで歌ったりしている感じかな。なんで辞めちゃったんですか？せっかく就職できたのに。自分のやりたかったことだからかな。やりたいことですか？怖くなかったんですか？だって安定しなくなるってことじゃないですか。怖いけど、自分のやりたいことやらないで終わる人生ってもったいないじゃん。ありがとうございました。